也です。今回はこの 5G ネクスジェン新しいドライバーを使いまして332ヤード、まあ、ほぼフラットな状態でワンオンを狙いたいと思います。まあ、少しアゲンストが来てますのでそこも計算に入れながら頑張って打ちたいと思います。素晴らしい、頼りない感じは全くないです。まあ、シャフトもしなりますし、まあ、ヘッドが重さが来てますから強く前に前に行く球にはなると思います。あとはしなり戻りが来る感じいい球だな。はい、はい、ホールインワンだよ。いくよ。きた。よし、いい球。きた。よし、いい球。あ、ちゃん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 。ピンのエッジまで10ヤード、15ヤード、結構飛んでます。あと15ヤード。よし、2発目。イエス、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 グリーンには乗り距離です。ドローボールで右側の林の上を抜ければ旗に使ってオンできると思います。オッケー。あの旗狙いだ。集中すればできる。イエス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 。これこれ。ああ。左サイド右です。左サイド右。惜しい。惜しい。弾道高さ結構いいと思ってます。今のところからフックってことでしょ？だから今度試合だ。沖縄だ。やりました。恐るべし。ワンフレックス、ハンマーバランス、トルク 6.3。皆さんぜひ使ってみてください。5G ネクスジェン。素晴らしいクラブです。